演舞開演。本日はこちらミスタードーナツで新たに発売されたこちら2種類のシュードーナツを食べたいと思います。シュードーナツなんだか新しいお店ですね。確かに前のバレンタインの時も出てきたかな。こっちがきなこでこっちが抹茶。ではまずは今回の辻利とのコラボの主役抹茶の方からいただきます。もちろん主役の君からいただきます。続きましてはきなこ。こっちも美味しそうですね。しかもこちらはきなこもチョコだけじゃなくまぶしてもあります。こちらもいただきます。君もあの子に負けてないね。シュードーナツは生地がさっくりと軽くてサクッと噛みます。それを噛むと口の中に抹茶のほろ苦さ、きな粉の香ばしさがぶわっと広がって美味しかったです。小豆が入っているのも抹茶の方は良かったですし、きな粉の香ばしさも、よく合っていました。和のドーナツ本当にすごいですね。残り3つもまた食べたいと思いますが、3つじゃなかったですが、今回わらび餅さん、わらび餅と白玉のサンドについては以前のコラボの時に食べたことがありますので省略します。あらかじめご了承いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。